くりしてってね。チターンズにも頑張ってもらって、ボスとキースでとどめを刺した。第6話の最短ターンクリア、始まるよ。前話で広域性に敵1機使って、ボス無双を減らした分を、本話でボスに削りをさせて補填します。前回削りをさせた工事は場所塞ぎ出撃。データセーブしてリセポ1。まずノンプレイヤーキャラのチターンズに頑張ってもらいます。レッシーが仲間になるのは第8話。ジェスは第23話1ターンクリアで仲間にできません。実は本話で主人公は下手に強制乗り換え。強制出撃ではないので出撃させないこともできますが、副主人公との会話は発生。ノンプレイヤーキャラは味方 CT 率半分されないことが幸いでした。二人以上 CT を出して、ライラとヤザンの被弾が突破条件、リガビキースでドラゴノを落とさないといけないので、アムロを乗せた場合より、プレイヤーキャラ合計ダメージが大幅減。さらに今回ボスマジンガーで削りもするので、工事の場合より若干減したので、ノンプレイヤーキャラに期待値以上の削り、押してもらいます。前話を3ターンクリアしたので、弾空が出撃か。気合4回で分離シーグルファイター A だけ戦艦搭載。工事はゲッターを4、メタスを9に出撃させるための場所塞ぎ。ボスは気合2回使えるけど地形適応で工事よりダメージ小。ゲッター、キース、ゲストダバは激励シフトを組みます。劇場版マジンガーシリーズはスパロボのルーツといっても、過言ではありません。長い号、石川県とダイナミックプロ原作の東映アニメは巨大ロボアニメの絶対的名手でした。ドラゴノザウルスは最終作に登場します。アムは一斉のための出撃、アムロはパシリ、他の獣戦隊にも金魂を拾ってもらいますが、工事は放置。戦艦飛ばししてセーブ。タルイノンプレイヤーキャラリセットの2回目いきます。ヤザンがここで死んでは次の攻撃回数が3回になってしまうので、次で死んでもらいます。CT44% を出してくれてありがとう。2PP 開始前ドラゴの HP4000 回復。ここでライラとヤザンが死なないとドラゴの上と右が開きません。脱出するんですけど死んでくれと何度も念を送りました。念が通じたのか2人は1回ずつ CT を出していってくれました。欲を言えばヤザンは2回出して欲しかった。今回の 2PP 開始前ドラゴの HP は、前回と同一の 16,645 でした。前回は工事マジンガーが CT9% を出せば楽勝でしたが、今回はボスかキースどちらかが 1% CT を出すことが必須になりました。ジェスがドローメを落として記憶プラス1。72年からヒット作を連発したダイナミックプロと東映の関係は、70年代後半から悪化し、76年から東映はダイナミックプロが、原作ではない4作品を制作しましたが、いずれもヒットせず、東映は巨大ロボアニメから一時撤退、名手の座から転落して、ガンダムで大ブームを起こしたサンライズが80年代から、巨大ロボアニメの新名手になりました。リペアキット以外の強化パーツと金魂を全部拾って、2PP ドラゴノザウルスプレイヤーキャラ総攻撃を始めます。まずは最後の大雪山下ろし。弁慶が超強気ならもっと良かった。最後の戦闘、ありがとう。大雪山下ろし。次は気力150忍ぶの突撃。地形適応で弾空剣よりもダメージ大。くらえ。ガオーン。ガオーン。てめえやら上がったな。ここでアムオルブさんにするための削り。ドラゴノの気力126の時ならヨダメは88になります。CT1% が出ても無意味、撃墜されなければか。見事ダメージパチパチが出て、1回突破。ドラゴノより距離3の陸は15、23と16、24の2箇所。
よダメが多いダバとボスを陸、少ないキースを海から攻撃させます。ジワの削りでリリスルブ7幸運の育成目標達成。第10話からあるパイロットの育成のため、大怪獣はコウジがマジンガー Z に乗らなかったことに強い不満を持たれましたが大人の事情で仕方なかったです。スパロボ MX では28年前の不満を解消しています。まさにスパロボの醍醐味。それでは最短ターンの事情でボスとキースでドラゴの撃墜、どちらか 1%CT を出せば終了。ロケットパンチガオーン、うおぉ、相手、よくもやりやがったな。ボスの 1%CT で同点したのか、命中率 100% なのにセーブしてからキスエナ行きます。そう、ガオーン、前前話では、さやかの幸運で落としましたが、前話以降どうしてもキースに幸運なしで落とさせる必要がありました。東映アニメーションが自社作品販促のための東映ロボットガールズ企画を転用し、ダイナミックプロ原作作品キャラが主役のロボットガールズ Z が放送、配信されるなど、近年の両者の関係は非常に良好のようです。ご視聴ありがとうございました。この動画はご覧のユーザーの皆様が